藤が入れます。センターへこぼれたボールをトーマスです。いやーすごいシュートですね。ポストが折れるかと思いましたけどね。ショートバウンドね、こう上がりっぱのですね、上から太田から縦、フリック荒木、中央に高橋が来る、折り返し、その高橋シュートに行った、ミッチェルの行く。まあ、ここで太田選手がね、やっぱり前半言った通り少し前の位置に絡んでいく、はい、まあ、そこから斜めのくさびのパスは完璧でしたよね。